第2回目、今日はクソジジイとクソババアの日本史についてです。私ももう、クソジジイと言われる年代に入ってきていますが、最近のクソジジイは元気がいいですよね。でも昔のクソジジイ、クソババアはもっと元気が良かったようです。今日はこんな話を展開していきますので、お楽しみに。ではどうぞ。